最近アマゾンプライムで見た、アニメの話をしようかなと思うんですが、メイドインアビスっていうアニメがあってさ、で、前から気になってたんよ。で、アマプラのランキングがまああるんだけど、あれでもめちゃめちゃ、2位だったんかな ?2 位で評価がめちゃめちゃ高かって、で、俺、以前その、評価が高いっていう理由で、東京リベンジャーズ見て、で、あ、やっぱその、評価が高いアニメって普通に面白いんだなと思ったからさ、なんか、その絵柄とタイトルからは全く興味なかったんだけど、評価が高いからという理由でちょっと見てみたいの。楽しかった。面白かった。ちょっと面白かった。今週で30人増えてます。めちゃくちゃすごいです。あ、チャンネル登録者数ね。そう。チャンネル登録者数が増えていてのありがたいね。やれんかった。どっち、どこ?横から来てた?メイドインアビスも、なんて、一応最後まで見終わったんや。まあ、仕事しながらだからだいぶざっくりになっちゃうんだけど。一応見終わって。あれ?一応見終わったんだけどさ、俺見終わってから気づいたんだけど。やべ。見終わってから気づいたんだけど、シーズン2だったんだね。なんか、最初、なんて、説明がちょっと少ないなって思いながら見てたんだけど、まあ、そういうアニメもあるじゃん。危ない。そういうアニメも、あるじゃん。なんか途中で、こう、キャラクターの過去が明かされていくみたいな。あのパターンなんかなと思ってたんよ。そういうわけでもなく。ん?これか。危ないな。ロングいるから。危ない。ナイス。さあ、急いで中央に行け。こっち入ってない、今。気のせい。いやー、バレとる。危ねえな。待って。危ないんだよ。危ないんだよ。ナイス、ナイス。そこで。待って待って待って。焦んな。せんな。塗ってくれ。よし。危ないよー。上にいんだなー。嬉しいです。チャンネル登録者数ね、増えていってますね。
いや、アニメもな、なんかゆっくり見る時間はないから。うわー、ちょ、仕事しながらね、あ、仕事しながらっていうか、チャンネル登録じゃないわ。何YouTube のサムネとか作ったりしてるときに、つけてくとちょうどいいんやな。ちょうどいいん。なんか絵がなんか可愛いからさ、なんかなんて言うんだろう、普通子供が見るようなやつなんかなみたいな感じで見始めてたら、割と途中からえぐい、なんて言う、映像的にもえぐめだし、その精神的にもえぐめな展開になっていくんやな。いや、その辺がやっぱなんかちょっとグッとくるね。グッときたね。シーズン1の方がまだ見れてないから、負けたいの見れてないから。あ、他には鬼滅とかですか。鬼滅とか、そうそう、鬼滅もそうだね。鬼滅もランキングで見、あ、どんなランキングありましたか。他ちゃんと見てないんよね。今見てみようかな。アマプラ、なんかさ、周りにさ、なんかそういう話できる人いないからさ、情報が入ってこんのよ、マジで。じゃけちょいちょいなんかこの、配信の中で話して、それアーカイブで残していって、で、その、なんて自分興味がある人たちを引き寄せようかなと思って。その試み。で、スプラやってる間だったら無駄にならないじゃん。そう。ちょっと待ってよ。どこで見たんだっけな。なんかランキングみたいなのあったんだよな。ググった方が早いか。あー、アマゾンプライムランキング。人気度。人気度ランキングでいいのかな。アマゾンプライムビデオか。プライムビデオのランキング。売れ筋じゃないんやな。なんなんだろう。なんかトップページに出てきてたんだよね。売れ筋じゃなくって、人気度でいいのかな、これだけ。今2位がプロジェクトアップル、これスパイファミリーかな。なんかいい、なんかパッと見やすいところがあったんだけどな。あれどこで見てたんだろう。あ、トップ10あったあった。プライムトップ10、日本でのトップ10、現在1位がスパイファミリーで、2位が、アマゾンオリジナルの、ロード・オブ・ザ・リング、力の指輪。で、3位が、ヒロアカだね。僕のヒーロー・アカデミア。で、4位が、メイド・イン・アビスになってるね。で、5位が、リコリス・リコイル。で、6位が、機動戦士ガンダム、ククルス・ドアンの島。え、なんか昔のやつなのかな。絵画だからなんか昔っぽい。7位がクレヨンしんちゃんシーズン1、そんな昔のが。8位が夜更かしの歌。9位がクローンの召喚師シーズン1。10位がこれドラマかな、守られなかった者たちへ。今なんか新しいやつなのかな。そう、ここで見て、んで、あ、メイド・イン・アビス、なんか名前だけ見たことあるなと思って、んで、クリックしてみたら、それシーズン2だったっていう。おぉ、ありがとうございます。そう、そんな感じ。
なんかその一個一個について動画にして、なんかその見たものとかさ、経験したこととかさ、なんかそういうのに対してこう一個一個動画にしていきたいのにさ、もう時間ないじゃん。時間ないっていうか、それやってる余裕がないわけないよな今。だっけ、まあだったらこのね、バンカラチャレンジをやってる間にこう雑談系のもう言うてちょっとずつやっていかんと、知らない名前ばかりですじゃろ。そうなんや。じゃけなんかなんていうの、なんかすごい若い時にさ、なんか大人とかなんか全然こう新しいことについてさ、知らんなぁと思わんかった。なんかなんで大人はこうなんていうの、新しいこととかに興味持たんのかなとかと思ってたけど、情報が入ってこないんだねそもそも。情報が入ってこないって割とやばいんだなと思って。まだ今の時代だったらさ、こうやってネットで調べてでできるけどさ、昔だったらちょっと難しかったんだろうね。で、そうですね。でもなんかそういうので疎くなっていくのも嫌なんよな。なんかだんだん知らないから、さらに知らなくなって、わからなくなっていって、ってなるじゃん。その悪循環というか。あぶね。悪循環に入るのも嫌だしな。めっちゃ撃ってくるな。雑談でリクエストしたいですね。雑談でリクエスト。分かる範囲のことである。でなんかやってる間にこうゲームに集中して、まあ雑談また今度でいいかとかって毎回なっちゃうんよ。けど本当は慣れていくと、あの参加型やってる間に雑談するとちょうどいいなと思うんだけど、いかんせんやっぱ気分が乗った時にとりあえずやっとくのが間違いないかなみたいな。後ろにおるなこれ。アンケートとか調べて解説するとか、アンケートとか調べて解説する。何のアンケート、アンケート調べる。でなんかそのゲームをやりながらじゃないとダメじゃん。でそこが難しいんよ。何がむずいって。わ。俺、話しながらできんじゃん、基本的に。で、なんか本当は、もっとこう、あらすじとかをこう、ね、そう、アニメがどうとかって話をするときにさ、あらすじがどうとかっていうところからできればいいんだけど、この前なんか試しにさ、なんかやってみようと思ったら全然できんかったよ。あぶね。あぶね。
なんか緩くこのバンカラマッチやりながらでもできるくらいの雑談よな。あー届かん。あぶね。あーいやー終わった。79の34か、さえんなー。一番今興味あるのはゲームの年齢層のアンケートとか知りたいです。どこのサイトのアンケートでもいいんですか、スプレスで一番する年齢層とか知りたいです。あーまあ事前に調べてればくらいまあまあでもそうか、年齢層どっかで書いてあるかな。あ、人数が少ない。それだけなんか一個一個テーマ決めて話していけるといいなとかって思うんだけど、なかなか何だったっけってなるよな、結局話してても。まあスプラ興味がある人がまあなんていうの、ついでに、でも全然関係ない話もしたいなと思ったよ。なんかそのゲーム関係にとらわれてしまうともうだいぶ狭まるから、なんていうの、もう何の話でも、でスプラの時だけじゃなくていいと思ったよ。例えば原神のデイリーとかさ、ああいう時間あるじゃんに、でもこれ習慣づけないと、なんかその、やろうっていう気にならんのよ。全く。別になんか、積極的に何か話したい方じゃないからさ、もともとが。なんか、あんまりこう、もともとそんなにおしゃべりじゃないんよ。だっけ、習慣づけないと多分、難しいんだろうなと思って。そんなのがあれば聞いてみたいな。まあ、覚えとったら調べてみるわ。一旦調べんといけんもんね。覚えとったら調べてみる。なんかすごい気軽に、こう雑談できる環境を作りたいなと思うよな。めちゃめちゃ気軽に雑談できるような、これなんだっけ、ここか。ああ、でな。そうですね。うん。そう。なんか、じゃないとこの、じゃないとっていうか、その雑談ができる場所を作っとかんと、なんか、この、バンカラマッチとかでもある程度お金貯めて、経験値とかね、お金貯めといけんかったりするじゃん。で、この、参加型やってるだけでは多分もうちょっと足りてない気がするんやな。でもかといってダラダラやれないじゃん。なんか環境的に。ボールー。
惜しい。進まんだなかなか。裏おる？倒した。お、めんどいとこに。めんどいとこで倒したな。倒してるぞ。おっと、ナイス。22。積極的に難しいな。なんか前、武器的に前開けていきたいんだけど、持った方が進む場面がやっぱあるからな。最悪の事態を避けなければ。いけるか。ゲームしながらな、なんかこううまいこといい、この時間のいい使い方ないかなってほんと考える。だからあんまり頭を使わずに話せる話みたいなのがいいんだろうな。でもテーマを持ってないとね、なかなかね。ランク30に早くやってしまいたいな。なんか、あれでもいいよな。時々ローカル系のさ、なんか話題というか、なんか一時期よく動画にしてたけど、ローカル系の話、ああいうのでもいいよな。ああいうのでもいいけど、あれよね。アーカイブとしてはいいけど、生放送のこの、リアルタイムの時間を、有効に使えてない感じを出たよね、今度の。今その場にいる人が多分その話題あまり興味がないっていう難しいよな。ナイス。死んだ。
2カウントしか進んでない。うん、あいつそっち行くのか。危な。ナイス。終わったか。ナイス。興味ありますが、地元の話は分かりませんかね。いや、そう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 。全く分からん話。しかも、地元の話プラス90年代の話とかになったりするから。あ、そうだ。あれだ。放送外で考え、ひたすら考えるよ、そこの、この時間を有意義に使いたいなって考えたときに、そう、地元の話とは別に、シンプルに古い話今、そのさっきのメイドインアビスの話はまあ割と新しめの話なの。でも時々なんかさ、こういうお菓子あったよね、みたいな話とか出たりするじゃん、普通に。ああいう、こう、懐かしい、昭和後期とか、何、平成初期の話。もう誰が興味あるって話だけど。懐かしみながら話をするのがいいかな。でスプラ3やってる層ってもうさ、幅広いじゃん。そこの層を狙っていこうかな。解雇中。解雇中スプラプレイヤー。解雇中スプラプレイヤー狙っていこうかな。自分の中ではこう新しいとか古いとかあんま関係ないよね。自分が興味があるかどうかだけのあれになっちゃうから。その辺はでもいいかもしれない。なんか懐かしいのなかったかな。懐かしい話なかった。これ1個話してる間に、なんかこの派生してさ、それに類する話が、あ、この話しようかなみたいな、出てくるようになったらいいんよな。あの話もいいなと思ったんやな。でもなんかゲームやってる時にさ、多分使う頭が違うからなんだろうね。なんかゲームやり始めるとまあいいかと思っちゃうんやな。なんかやばい、懐かしい音楽の話をしたいなって結構と時々思うんだけどさ。お、ナイス。そこで死ぬとめんどいぞお前。使う脳が違うよな多分な。
初見さんこんにちは。比べは、比べてしますか。いや、やらない、やらないと思う。やらないと思うっていうか、もう今日参加型終わったわ。そう、なんか大体開始1時間くらいやってる。でも雑談のやり方について考えようと。危ない。危ね。なるほどです。そう、だいたい前半に参加型やってるよ。うーっそ。41、60。くるくるって思いながら、そこで死ぬなら落としてほしい。うわ、危ねえ。こういうのも落とした方がいいよ。落とそう。あぶねえ。あぶんな。どうかな、際どいな。40だから。割らすな、割らすな。うっ、やばい。やばい。ねえ、割ってくれ。あと一発が入んない。やばい。やばい。やれる、お前なら。つら。やられるか。まあいいわ、3本じゃないわ。あれ行こう、原神行こう。まあなんか気が向いた時に雑談に関してはなんとなくやり続けるのがいいんだろうね。でやっていって、誰が興味あろうがなかろうが、継続、気分が乗らないとちょっとむずいけどね。何かしらかの形で続けていって、配信とかも、配信自体もそうだもんな。なんか最初はさ、いやこれ動画でよくねと思いながら、動画の収録でよくねとかと思いながら、なんていうの、生放送やったりしてたけどさ、やってるとこだんだんいい意味で力が抜けてくるというかね。そうなってくるといいんだろうな。雑談に関してはな、ほんとあの収録の方が変な話、話しやすかったりするんよね。なんか興味ねえだろうなとかと思いながら話すのがちょっと難しいじゃん、やっぱり。配信だとやっぱね、
いや、これ興味ないだろうなと思いながら、自分一人で収録して出す分にはさ、興味なければまあ見ないだろうなで、それで済むんだけどさ。でも新たに生放送外で収録してる時間もないしな、難しいな、そこがな。ほんまに。原神宿。